スだ。俺の番だ。それでは私の番ね。我が手に集え。参ります。今耐えます。よし、やる。標準としよう。行くか。それでは我が輩の番だ。平気だ。予想通りです。行くわよ。平気だ。俺の番だ。参ります。大丈夫ですか。よし、やるか。おいよ。さて、さて、魔力がみなぎる。兵器だ。そんな、まだまだ。どうしたら答えるな。しくじったら大したことないな。これを使え。まだまだこれからです。なんとかしなければ。いや、たまえ。おめえ、返上と行こう。それでは治療します。私たちいい感じじゃない。しゃ、先手を取ったぞ。私の番です。やっやー、治療します。はい、行くわよ。さて、どうするか。
追い切る。大したことだな。我が手に集え。やるじゃないか。さて、やったまえ。しくじった。なんとかしなければ。大丈夫ですか。復活。これで。我が輩の番だな。さあ、この霊を必ず。どうするの。はあ、参ります。全力です。やあ、さて、こんなものかしら。どうするか。ここだ。はっ。さて、いらっしゃまい。助かった。安心したまえ。大したこと。俺の番だ。はっ。行くわよ。私の番です。治療します。大したことないな。本力だ。やだやだ。うん、さあ、感謝します。しよう。私の番ね。大丈夫ですか。危ないところだった。お耐えるで。よくも。こいつを使う。まだまだこれからです。いや、さて、魔力の息吹よ。大丈夫なの。はい、やった。あー、やあー。我が輩の番だな。よし、この霊は必ず。私の番です。治療します。助かった。うん、排除させてもらおう。どうするか。よし、この程度。参ります。これは。さて、やりました。祝杯をあげんとな。よっしゃ。ここより先がサバロンです。我が祖国ミューザとは長年の友好国であり、私も幾度か訪れたことがあります。そんな国になんで水のクリスタルが。わかりません。しかしリオン陛下の助力を得ることはできます。スローンが掴んだ情報が正しければ。グロリア、大丈夫か。心配は無用です。さあ、行きましょう。
やりってな。決まった、ここだ。答えるなんてこったい。やったわね。平気だ。大丈夫ですか。治療します。よし、助かりました。この礼は必ず。大したことないな。平気だ。参ります。大丈夫ですか。どうするか。魔力がみなぎる。俺の番だ。全力だ。なんと。さて、いや、助かった。これが我が輩の力だ。炎よ、排除させてもらおう。我が手に備えた。排除させてもらおう。見切りました。参ります。燃えよ。さて、様子を見させてもらうわ。大した予想通りね。大したことまだまだ。私の番ね。それでは。大丈夫ですか。大したことありません。どうするの。これを使って。どうするか。平気だ。さて、治療しない。手任せでごめんね。これ式のことで。さて、こうやってかすり傷で参ります。大丈夫ですか。ありがとうね。大丈夫。大したことよくも。炎よ、燃えよ。魔力が燃えよ。燃えよ。大したことないわ。やったわね。全力だ。平気だ。お仕置きが必要ね。待ってろ。すぐ片付ける。炎よ。あ、危なかったね。実に興味深いな。お前の家はどうだ。もうダメだな。一階は完全に沈んじまった。このまま住むところがなくなっちまうのか。一体どうしたらいいんだ。住むところがなくなるだ。そんな大げさな。って、おいおい、どうした、エルヴィス。なんだこれは。やっぱりこの国に水のクリスタルを奪ったやつがいそうね。ええ、間違いないでしょう。よし、そうと決まれば
早速王様に会いに行くとしようか。大丈夫かしら。何がだ。ほら、エルヴィスって物言いが雑じゃない。王様に無礼なことを言わないか心配で。何を言うんだアデル。こう見えても我が輩は貴族だぞ。エルヴィスって貴族だったの。ん、言ってなかったか。初耳よ。ま、細かいことだ。気にするな気にするな。まったくもう。ではお詫びに貴族として一つ忠告しておこう。王族や貴族といったやつは裏切りや陰謀やらが日常茶飯事。ありていに言えば信用ならない連中が多い。気を引き締めておくことだ。you
支配人のバーナードさんと話がしたい。出てきてくれませんか。これはこれは、町の皆さん大勢で集まっていかがされましたか。詩人のオルフ、いかがされたかじゃねえ、この水の話だ。支配人のバーナードさんが掘り当てた水脈のせいだって聞いたわ。オルフさん、すまないが、バーナードさんを呼んできてくれないか。私たちは詳しい事情を聞きたいだけだ。取り継いでくれ。詳しい事情をですか。いいからさっさと呼んできやがれ。部下のお前に用はない。そうだそうだ、バーナードを出せ。いけません、これはいけません。どうやら皆さんの心の中に怒りの嵐が吹き荒れているご様子。この私が一曲披露し、心に平穏を取り戻して差し上げましょう。ふざけているのか。褒めたたえよ、砂漠の宝石、麗しき砂の町よ。喜び勇め砂漠の民よ、今苦難の時は終わりぬ。我が心は調べとともに、我が心は彼方へ向かわん。蘇我心は調べとともに、蘇我心は家路へ向かわん。あ、そうだな、今日は帰ろう。そうね、オルフェの言う通りだわ。おい、みんなどうしたんだ。一体何が起こってるんだ。やはりアスタリスクの力は素晴らしい、実に素晴らしい。あなたは。お、グローリア王女。グローリア王女ではありませんか。私がミューザを追放されて以来ですかな。お久しぶりでございます。取り繕った挨拶は結構です。それより町の人たちに何をしたのです。心がすさんでいるようでしたので歌って差し上げただけですが。それよりもグローリア王女、サバロンへはなぜこの私のように国外追放でも受けましたか。ああ、ミューザは滅びたんでしたっけ。おい、そういう言い方はないだろう。ああ、私としたことが申し訳ございません、グローリア王女。で、あんた誰。俺は。ああ、別に名乗らなくても結構です。これっぽっちも興味ないですから。こいつ知り合いなのか。ええ、彼の名はオルフェ。ミューザの宮廷詩人を務めていた男ですが、国王であった父の恩寵を良いことに、あろうことか国費に手をつけたのです。おお、それで国外追放か。道理で悪党の匂いがプンプンするわけだ。悪党とはひどい言われようですね。芸術は金がかかるものなのです。それを理解できないとは全く嘆かわしい。しかし私の皮肉に眉一つ動かさないとは相変わらずですね、グローリア王女。別に私のことをどう言おうか構いません。国を失ったのも放浪の身となったのも事実。私はその現実を受け止め、なすべきことをなすだけです。やれやれ、全く煽りがいのないお方だ。これ以上の会話は無駄、無意味、無価値。よって私はこれで退散するとしましょう。ではまた、グローリア王女。
嫌味なやつだ。気にするな、グロリア。私は大丈夫。あのようなザレ事気になどしている暇はありませんから。さあ王宮へと参りましょう。よくぞご無事で。ご心配おかけしました、カストル王子。そのようなことお気になさらず。それより今までどちらにおられたのですか？実は。そのようなことが。それでこのサバロンで起きている水害が水のクリスタルによるものではないかと。はい、王子のお父上であるリオン陛下ならば何かご存知ではないかとお尋ねした次第です。グローリア王女のご境遇には心からご同情申し上げます。しかし我が国も重大な問題を抱えております。申し上げにくいのですが、お力にはなれませぬ。それは僕が決める。アンドロは黙っていてくれ。失礼しました。彼の名はアンドロ。王宮の記録を書き留める役を担う記録官で、王家の相談役も兼ねています。先ほどアンドロが言った通り、サバロンは問題を抱えています。実は国王である我が父が行方不明となっておりまして。一体リオン陛下に何が？何者かにかどわかされたのかと思いましたが、身代金の要求も殺害の表明もありません。諸国遍歴の旅に出ている弟のポールとも連絡が取れず、評議会の方には療養中と伝えてはいますが、いつまで隠し通せるかどうか。そのようなご事情でしたか。陛下がお戻りになること、私も祈っております。ありがとう、グローリア王女。水のクリスタルの件は私の方から評議会で確認します。誰か知っている者がいるかもしれません。何か分かるといいな、グローリア。誰が発言を許した？従者ごときが口を挟むな。カストル王子、彼らは従者ではありません。私を救ってくれた恩人であり、共に旅をする仲間、信頼する友です。恩人？仲間？平民や傭兵風情が？カストル王子、それ以上は我が友への侮辱と取りますが、それでもなお言葉を続けますか？侮辱？平民を平民と呼び何が悪いのです？グローリア王女こそ。カストル王子。ああ、わかりました。グローリア王女がそう言うのであれば。それでこの町の水害の件でしたね、アンドロ。地区によって水が溢れ始めた時期は異なりますが、おおよそ3年前からのようです。確かミューザが襲撃を受けたのも3年前とおっしゃってましたね。この後ちょうど議会が開催されます。早速確認してみましょう。議会が終わるまでしばらくお待ちください。感謝いたします。お待たせしました、グローリア王女。ご紹介します。こちらはスノー評議員とバーナード評議員。この町で商いを営んでいるスノーと申します。以後お見知りおきを。サバロン遊技場の支配人バーナードです。お目にかかれ光栄です、グローリア王女。カストル王子からお聞きしました。水のクリスタルでしたね。ええ、この町に起きている水害は
水のクリスタルの力が解放されたため、私はそう考えています。何か心当たりはありませんか？実は町にあふれている水は私が掘り当てた水脈が原因だと判明しまして、先ほども議会でその対応策を相談させていただいたところです。自らの非を認め、さらに援助まで申し出るなど、なかなかできることではありませんわ。このスノー、バーナード殿の心意気に感服いたしました。彼はクリスタルを強奪するような方ではありません。私が保証いたします。ありがとう、スノー殿。さあ忙しくなりますわ。バーナード殿、早速対応策を練りましょう。では失礼します。まあ言っていることは筋が通っているわね。しかし溢れている水の原因が彼であるならば、怪しいのは確かです。彼が営んでいる遊戯場では水をふんだんに使っていますし。遊戯場ですか。一度調べてみる必要がありそうですね。そういうことであれば僕も同行しましょう。バーナードの仕業だとすれば、友好国の王子として見過ごすことはできません。ご協力感謝いたします。それに彼らがグローリア王女を守れるとは到底思えません。そもそも高貴な身分であるグローリア王女が下船の身である彼らと行動を共にするなど。カストル王子、確かに今は身分な地位だなどと言っている場合ではないですね。わかりました。今までの非礼は謝罪しましょう。グローリア王女、改めて協力させてください。こちらこそよろしくお願いいたします、カストル王子。それじゃあグローリアの言った通り、まずは遊戯場へ行ってみよう。砂漠の町なのにこんな噴水があるのか。贅沢三昧で呆れるわ。まあ装飾なんかの趣味はいいようだけど。調度品も相当金がかかっていそうだな。まったく羨ましいことだ。おやカストル王子、遊戯場にお越しとは珍しい。このような場所にどうされました？グローリア王女をご案内しながら僕も同行して視察といったところです。おお、王子というのもなかなか大変ですな。そうだ、ご紹介します。獣を使った見せ物をしているニハルです。不作法なのはご勘弁を。元が流れ物ゆえ育ちが良くないものでして。それでグローリア王女、水のクリスタルとやらは見つかりましたかな？いいえ、まだです。でも必ず見つけ出します。そうですか。しかしいくら探しても見つからないとは思いますがね。王子からも申し上げたらいかがです？
この町に水のクリスタルはないとね。それは私が自分で判断します。それに奪われたものを容易に見つけられるなどと私は思っておりません。では気の済むまで探すがよいでしょう。ただし身の回りには気をつけることですな。では失礼。あの程度で脅してくるなんて意外と短気そうね。しかしバーナードはこの遊戯場を一代で築き評議員にまでなった男です。良くない噂があるにもかかわらず彼が罪に問われたことは一度もありません。おお、それは相当な悪だな。なかなか手ごわそうだ。それならあの詩人オルフェから聞き出せばいいんじゃないか。なるほど、それはいい手かも。ねえグローリア、あのオルフェってどんなやつ？よく言えば芸術家肌、悪く言えば自信過剰、そんなところでしょうか。なかなか言うわね。でもそのあたりにつけ込むところはありそうね。じゃあ早速オルフェを探すとしましょうか。誰か助けてくれ。どうした、何があったんだ。一つ目の魔物に襲われて。一つ目の魔物？はあ、逃げ遅れた仲間がいる。それで助けを呼びに来たんだ。頼む、このままじゃ仲間が。わかりました、私たちが助けに参ります。よろしいですね。ああ、もちろんだ。本当か？あんたはこのことを兵士に伝えてくれ。分かった、感謝する。頼んだぞ。急ぎましょう。いたぞ、オルフェだ。どこへ行くの、オルフェ。私は物語を追い求める詩人。そのような無粋な問いはやめていただきたいものです。風の吹くまま、気の向くまま、自身の思いに従って行き先を決めるのみ。だからどこへ行くの。はあ、本当にわからない人ですね。それをあなたに告げる必要はない。まったく融通が効かなくて困る。
オルフェは物語を紡ぐためにネッサの遺跡に向かった。バーナードにはそう伝えてください。わかった。まったく何を考えているのやら、従順を通り越して不気味なほどです。バーナードもなんであんな小娘を抱え込んでいるのでしょうかね。おや、ほう、なるほどなるほど、これは面白いことになりそうですね。おお、亡国の王女よ、悲しみの涙は大河と流れ、今はネッサをさまよう。水の輝き宿したクリスタルは今いずこ、世の平穏を守るため使命を胸に旅を続ける。やはり悲劇はいい、魂に響く傑作を残せそうですよ。これは亡国の悲しみをいつかお聞かせ願いたいものです、グローリア王女。どうやら俺たちがいることに気づいていたようだな。そのようです。それにあの歌、クリスタルについても何か知っていますね。だがどう考えても我が輩たちをおびき出そうとしているぞ。これはそれなら気がつかないふりをして後をつけましょう。逆にとっちめて情報を聞き出せばいいわ。カストル王子、オルフェが言っていた場所は分かりますか？町の南にある遺跡のことですね。行きましょう。チャンスだ。本力だ。大したことないな。治療します。助かった。どうするの。排除させてもらおう。さて、どうするか。うら、炎よ、魔力がみなぎってよ。はあ、少し熱いでしょうか。
さて、やりますか。ここだ。さあ、よし、回復しよう。遅くなるの。はっ、参ります。見たか、我が輩の力。よし、やるか。排除させてもらおう。歩みを止める気はありません。あ、こんなものだな。